せた。ありがとうございます、先輩のおかげです。レスナさんの錬金術師パワーのおかげですよ。シャリステラ先輩、安心して、レスナちゃんのことは私が絶対に守るから。ううん、いつまでも守ってもらってるわけにはいかない。だって一人前の錬金術師になるんだから。そっか、じゃあ二人で一緒に行こう。うん、ということでとどめだ。これが最強の武器、ハンマー。そして錬金術の英知を。レスナさんの幼馴染の？うん、私はイザナココシカ。やっと将来最強の騎士になる鍛冶屋の娘だよ。